はい、皆さんこんにちは。うららかな日曜日ですね、2月23日。もうね、2月も1週間ですね。はい、今日の朝の7時18分に出た時事.com のニュースですね、タイトルがですね、米大統領選、再びロシア介入か、トランプ氏の再選後押し、民主ではサンダース氏応援って、何やろうなと思う。3年前の大統領選挙におきまして、トランプ大統領が当選するようにですね、ロシアという国がいろんなことをなさったということが言われておりましてですね、それに関して別にロシア勝手にする分にはですね、かまへんということはないんですけど、そういうこともあろうかなというのはわかるんですけども、そこにですね、トランプさんが一緒になってたんちゃうかという疑いが持たれてですね、これロシア疑惑というふうに言われてました。トランプさんの息子さんがね、ロシアの方とお会いになったか会ってないかとか、そういう話も出てですね、一旦FBI が調査するというところまで行って、調査したけども、黒ではないという結果が出てましたね。で、これ、トランプさんにとっては、そうですね、最初の大きな試練であったわけですね。2回目がウクライナ疑惑とありますけど、それぞれ大統領選挙に絡んでるというところが面白いんですけど。ちょっとだけ長いですけど読んでいきましょう。ロシアが11月の大統領選でトランプ大統領の再選を後押ししているとする米情報当局の分析が明らかになり波紋を広げている。民主党の候補指名レースでロシアがサンダース上院議員に肩入れしているとも報じられた。2016年大統領選をめぐるロシア疑惑に続く介入に関係者から疑念や反発が上がっている。米各メディアによると、米情報当局は13日、下院情報特別委員会メンバーとの非公開会合で、ロシアが再び米大統領選に介入していると警告。選挙結果への信頼を損なうとともに、トランプ氏の再選を手助けするのが介入の狙いだと説明した。しかしやってる可能性は高いと思うんですけども、それをしたことによってね、ロシアは一体ね、どれぐらい得をするんやろうと思いますね。ロシアは今、世界各国の経済制裁を受けております。あそこをね、ジョージアでしたっけ、併合したということによって、クリミア半島ですね、併合したということによってですね、それはいけないことよということで世界各国から経済制裁を受けてまして、で、それをなんとか跳ね返したいというふうにプーチンさんは思ってらっしゃるというふうに伝えられています。かといってね、アメリカの大統領にね、誰がなろうとね、そんな基本方針変わらへんのにと思うんですけどね。トランプさんね、4年前の選挙キャンペーンでですね、プーチンさんにしきりとですね、その連帯の波を送っておったんですよ。だからトランプさんが当選したら、制裁を緩めてくれるんちゃうかという思惑があってですね、4年前の選挙は、ロシアがですね、トランプさんが当選しやすいようになんか計らったというふうに考えることもできるんですけども、でもそれがバレてしまったんでね、ロシアが介入者でというのがバレてしまったんで、トランプさんはそのロシアに対して、どう言いますか、介入を緩めるというようなことができなくなってしまったんですよ、逆に。あんなブーメランやんという話なんですけどね。それをまたやってんのって、そんなことして何の得があるのかと思うんですけどね。かねてロシアのおかげで当選したわけではないと主張してきたトランプ氏は、これに激怒。21日のツイッターで、また民主党によるデマだと反論した。同氏は19日、政府の情報機関を統括するマグワイヤ国家情報長官代行を交代させると発表しており、選挙運動の足を引っ張りかねない分析を提示したことへの制裁ではないかという観測も流れている。そんなん別にな。ロイター通信によれば、ロシアのペスコフ大統領報道官は米当局の分析について記者団に、
被害妄想に取りつかれた発表だ、何の真実もないと述べ、介入を全面的に否定した。一方、21日の米紙ワシントンポストによると、情報当局はサンダース氏に対して、ロシアが同氏の選挙運動を後押ししていると伝えた。民主党の指名争いでサンダース氏は世論調査の支持率で首位を走る。サンダース氏は民主社会主義を自称する急進リベラル派、政治信条でトランプ氏の対極に位置する候補に肩入れする理由について、同氏は選挙戦を通じ米国に最大の分断を引き起こすのがロシア大統領府の狙いと見る分析、専門家の分析を伝えていると。サンダース氏は報道を受けた声明で、ロシアは我々を分断して米国の民主主義を傷つけようとしているが、私はトランプ現大統領と違い断固として戦うと主張を。プーチン、ロシア大統領が米大統領として誰を望んでいようが気にしないとした上で、ロシアに選挙介入をやめるように求めたと。まあ、こういう記事でございますね。まあね、なんと言いましょう。もうインターネットの時代になりましたからね、選挙介入はだんだんできるような、ネットを通じてね、SNS 等を通じてですね、選挙に介入するということが、まあ、可能といえば可能だと私は思いますね。だからいろんなね、アカウントを作ってね、そのサンダースさんが、サンダースさんやトランプさんに肯定的なことを、情報をガン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 流すということは、まあ、可能といえば可能なんですけど、それをやったところでね、そんなに効果あんのかなと思いますし、トランプさんが言われてる通り、ロシアのおかげで当選したわけではないと思うんですね。で、そういうことって今バレますから、現にアメリカの情報当局がまたロシア来てんでって言うてるわけでしょ。で、この前の台湾のね、選挙でも、中国の大陸の方からですね、反対、今の蔡英文さんの反対の、テイさんでしたっけ、トウさんでしたっけ、を応援する運動、かなり露骨になされたようですけども、でもそれがですね、まあ、結果にはつながらなかったということがあって、かえってですね、こう、いやらしいなという目でですね、大陸の方に向けられてしまいましたから、結局ね、まあ、できる可能とはいえね、結果に結びついてるかどうかわからないし、反作用も大きいんですよね。まあ、ネット上でね、私もネットをこうやってネットを利用していろんなことやってますけども、まあまあ、多少とんがったことをね、こう発信すると、もう必ず反発ってあるんですよ。あるんですけども、もうむしろそれがあった方がね、ええんちゃうかなと私なんか思ってるんですよね。まあ、あんまりとんがりすぎてもしゃあないなと。というか別に、私自然体でやってますんでね、どう言いましょうね。自分でとんがると思ってるわけじゃないんですけど、反発って必ずあるもんですから、まあ、そのアメリカの大統領選挙もそうでして、かといってね、そのこっちへ向けたろうとか、ああしたろうとか言って、そういうのって大体うまくはいかないわけなんですよ。なんで、まあ、ロシアもね、分かってるようで分かってないね、君たちはっていう、ロシアも中国もそうですけど、民主主義の国ではないんですよね、選挙の経験値がないという国でですね。単純に誰かを貶めようとかね、誰かを応援しようとかっていう、そういう単純なね、ベクトルをね、持ってきてね、それを使ったところでね、そのベクトル通りには動かへんって、そのあたりをね、もうちょっと巧妙にやってても、あんまり巧妙すぎても困るんですけど、人は人の意見で動かないんですよ、基本はね、それ動かされる人はね、どんな意見に対しても動かされるんですね。で、動かない人は動かない。そこのところ分かってないなという気がいたしますね。そんなことよりもね、もう少し上手なやり方はあるとは思うんですけど、まあ、あるからといってやってほしいとは全然思いませんよ。よろしくないと思いますよ、やってること自体は。でもまあ、まあ、無駄な努力をしてるんちゃうかというのが私の率直な意見でございまして、そんなこといくらやってもね、思惑通りならへんし、仮に思惑通りになったとしてもね、さらにその向こうで思惑通りにならない。トランプさんが当選してもそうでしょ。トランプさんは非常に僅差で当選したんですね、ヒラリーさんを押しのけて。でもそれにロシアがね、多少こう関わってたとしても、それバレたおかげでですね、全然その思惑通りの結果を出してない。むしろですね、トランプさんはロシア政策に縛りが出てしまってですね、
反対側のロシアの思惑と反対側の結果になってるわけですよね。まあだからね、こういうことはよろしくないし、やってもうまくいかないし、なんでそんなことするんやろうなというふうに、人の国のね、あの選挙に首突っ込んで何が面白いのと、まあ、面白いからやってるわけではないんでしょうけどもね、まあまあどっちでもいいことやんかと。それでね、そのうちね、日本もね、選挙があったらね、なんかされるのかなと思うんですけど、そうやったら面白いなと思いますよね。自民党の反対勢力に対して、応援するのか、まあそういうことでしょうね。まあ次の選挙が楽しみでございます。というロシアがまた出てきてんでというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。